久保さん今回言い訳の訳にしましょうかまあいろんな言い訳されますよね<そう> <laughs> あのー、本当何がしたいんだとやっぱね僕はおおあのいろいろ17年やっぱ見てきて思うのが結局なんかそういうないんだなっていうのはすごく感じますねとりあえずなんか儲かればいいんだなっていうなんかこれをスキルをつけると スキルをつけるぞっていう、なんか、なんかその、なんか強い信念、信念というか、なんか強い気持ちというか、まあ、冷静に考えたら、プロのスキルをつければ、まあ、プロレベル、プロ、プロレベルの収入を得る可能性を、可能性は非常に高くなるわけじゃないですか。なんで今収入が低いのかっていうと、稼ぐスキルがないからっていう、すごくシンプルな、 ヒラ社員の理由はヒラ社員の理由ですよね。出世できる人と出世できない人の違い、それは何が違うんですかね。なんかスキルが違うんじゃないですか、多分いや、あいつは、何すか、あの、なんすかね、なんか、まあ、枕営業にしましょうか <laughs>。あいつは枕営業しやがってみたいな。 枕営業できるスキルがあるわけじゃないですか <laughs> お。張れか <laughs> お前体張れんのかみたいなね。お前体張れんのかみたいな。なんかまあ収入の違いって僕本当スキルの違いかなと思うんですよね。うーん。僕はまあ本当そう思うんで、うーん。まあ単純にまあ大変かもしれないけど、スキルアップすればいいんじゃないかなと思いますね。僕もその、 ネットビジネスで稼ぐ上で、まあ、コピーライティングかトークしかないと僕は思ってる思ったんですよねネットビジネスって何,何ですかネットビジネスとはインターネット上で何かを発信することじゃないですかてかネット上で何かを発信しないとアクセスが来ないのでだからまずネットビジネスっていうのはネットのプラットフォームどっかの媒体で発信をするっていうのがまず前提にあるわけですよで発信の仕方っつったら まあ文章かトークかっていう、この、伝えていくわけですよね、何かを。コピーライティングもそうですけども。僕はトーク、こう、始めた理由は、まあ、コピー、コピーは10年以上書いたから、まあ、次トークだなぁと思って、まあ、始めて、セミナーもやりたくなかったですけど、いっぱいあって、100回以上はやりましたね、セミナーも。まあ、この YouTube の動画はも、 限定動画も入れると3万回、3万本。まあ、だいぶ喋れるようになりましたね。うん。で、今はまあ、この喋りで飯食ってるようなもんですからね。うん。いってらっしゃい。